道頓堀に来、インタビューに答える。9、飛ぶことは良くないこととわかっていた。やっちゃダメと言われているので悪いことをしたなって思っています。男性によりますと、飛ぶのは良くない行為だとわかっていましたが、優勝に対する喜びが勝ってしまい、ついダイブしてしまったと言います。では、もし阪神が日本シリーズを制覇した場合は、どうするのでしょうか？道頓堀に来さん、もうやらない。少なからずバッシングがあった。同じ阪神ファンとして恥ずかしい。親には怒られました。何してくれてんねんと。こういうの本人が出てきたら一気につまんなくなるよな。こういうバカメディアで扱うのやめろよ。チヤホヤするから承認欲求モンスターがいなくならんのよ。喜びが勝ったらダイブするなら国道にでも飛び込め。でもこうやって注目浴びるんやなってなったら飛び込むやつはまた出てくるわな。こんな顔いっぱいいるから特定されても平気やな。ちなみに00に切ってのは若者の間では朝倉未来が起源ということになっている。この人体格が A はおもろい体格してるもん。どっちも我慢できなかったの好き。ご視聴ありがとうございました。